オスカーパフォーマンスは、アメリカ合衆国の競争場、シュボバである。主な勝ちクは2016年のブリーダーズカップ、ジュベナイルターフ、2017年のベルモントダービー、招待ステークス、セクレタリアトステークス、2018年のウッドバインマイル。2014年4月6日に誕生。 オーナーブリーダーであるアマーマン夫人所有の競争馬となる。2016年7月にデビューし、2戦目に初勝利を挙げると、そこから3連勝で、ブリーダーズカップジュベナイルターフを制覇する。3歳となった2017年は春先こそ、結果が出なかったが、夏場に、ベルモントダービー招待ステークス、セクレタリアとトステークスと中距離の G1 を連勝。 秋は距離を12ハロンに伸ばしたが、上半スターフクラシックステークス3着、ブリーダーズカップターフ9着と勝ち負けには、加われなかった。2018年のポーカーステークスでは、イルーシブクオリティが保持していた、ベルモントパーク競馬場、芝8ハロンのトラックレコードを20年ぶりに塗り替える1分31秒23の勝ち時計を記録した。同年7月5日に、 年内引退と翌年からの種ボバ入りが発表された。種ボバ入り決定後初のレースとなるアーリントンミリオンでは走りに違和感を覚えた安状の補正オルティスがレース中盤で競争を中止するアクシデントに見舞われる。ただし、獣医師による診断の結果、馬体に異常は見つからなかった。ケンタッキー州のルードリドル馬診療所で行われた精密検査でも異常が見られなかったため、 翌月のカナダウッドバインマイルに出走。自身4度目となる G1 制覇で復活を告げた。ラストランとなるブリーダーズカップマイルには一番人気で出走したが、スタートで出遅れるとその後もいいところがなく再開の14着に敗れた。米国長競馬としては珍しく、キャリアのすべてにおいてラシックスを使用しなかった。以下の内容はイクイベスの情報に基づく。 2019年からミルリッジュファームで種子バ入りした。初年度の種付け量は2万ドルに設定された。ありがとうございます。